見かけで判断しないでもらえる？半兵衛は稲葉山城を守ったが、その後も当主辰沖が国勢を顧みることはなく、半兵衛が見切りをつけるとほどなく落城をする。その頃半兵衛は織田家臣羽柴秀吉の配下となっていた。信長は天下布武を掲げ上洛を果たすと越前朝倉を攻める。だが盟友浅井が朝倉方につき織田を攻撃、京へ逃げ帰った信長はすぐさま浅井朝倉討伐の軍を起こした。姉川に陣を張る織田徳川連合軍、ここに半兵衛官兵衛二人の軍師が揃った。官兵衛殿のお手並み拝見。なんか気になっちゃうんだよね。第2話姉川の戦い。寝て暮らせるよ。まだ遠いか。我が歩みを阻む者に容赦はせぬ。浅井をほふれ、朝倉を潰せ、両軍を根絶やしにせよ。いたいた、昔昼寝友達だった樋口さん。あの人なら織田に引っ張り込めるかも。朝倉を救えるのそれらにしかいないわ。兄上、いざ参ります。さーて、樋口さんはどう出るつもりかな。進め。うわ、いきなり本陣狙ってくるかな。とにかく向かってくると追っ払わないと。お前の知恵にかかっとるんだ。寝て暮らせる世のためやってはいますけどね。うぬが働き骨を折る。
半兵衛殿、他にも織田に下りそうな者がいるのだ。本当？しょうがないな。一緒に行って話し通してくれるなら協力するよ。本陣に突撃をかけてもらう。我らが戦う朝倉の敗軍だ。了解いたした。進め。なるほど、朝倉を揺さぶって浅井の寝返りを煽るけど、官兵衛殿また無駄に敵作ったわ。ここで果てるわけには参らぬ。
勇者らしき朝倉軍が簡単に崩される。そんなんだから崩されるって圧巻なやつな。余はどうなっておるのだ。朝倉の総大将は軽く片付いたとして面倒なの。吉影殿、吉影殿の無念、それがしが晴らさねば。開門。我が力で織田徳川を討ち、吉影殿の弔いとせ。信長様に許しを請うのが利口だと思うけど。利口に生きられれば兄上を敵に合わせるはしない。愚かなそれがしからこそ吉影殿の味方になれる。長政様は真剣なのに、その態度無礼です。これでも精一杯働いてるんだけどな、俺なりに。
なすべきをなした。兄上、一応頼みます。長政さんみたいな人がバカを見ない日が来るといい。つまりは寝て暮らせるよなんだよね。俺曰く勝利これ当然なり。